ってきました、北海道。イエーイ。じゃあいるいる、はい、北海道は、あ、でっかいどー、これダメじゃないですか。北海道ね、これダメじゃないやつじゃないですか。小さいど、小さいど、しょうがない、求められてるからやるか、はい、せーの、北海道はでっかいどということで、ではじゃあ、ね、今って何やるんですか？何も聞いてない。確かに、そう、確かに教えてない。なんか、うん、3日開けといてって言っただけで、ちょっとみんなには何も言ってなかったんだけど、うん、実は、はい、1年前からずっとこの4人でやりたいことがあって。1年前からか。1年前から。そう、温めたね。温めた。え、何やると思う？あばしりでしょ、うん、韓国ファイルのバカ野郎。やりたいことが、うん、朝しかできないから、うん、あ、今あのもう14時近く。ああ、1時。ギリギリ朝じゃないです。ギリギリ朝じゃないです。いや、今日は何もしないで。何もしない、何もしない。まあ、雪、大事だよ、戯れる、まあ、ね、戯れて、うんうん、来たばっかだしね。そうね、うん、明日と明後日の朝ちょっと2つ。え、あ、2つあるの？そうそう、ごめん、2つあるんだけど、それをみんなでやろうっていうことで。へー、楽しみ。嬉しい。せっかくロケに来ましたし、はい、みんなでタイトルコールいいですか？あ、いいですよ。はい、OK です。言うことわかる？わかるよ。わかる、はい。あれでしょ？あれ。じゃあ、いくよ。はい。せーの、イルタカシシラムの北海道旅スタート。はよー。うまそうじゃないのさ。あと生きてる。うまい。もうなくなっちまった。やめてる。ソロライブ入ってよかったなって思ったし、嬉しい。出発。よーそろー。あ、出航やん、出航やん、それ。今日飛行機でしたけど、飛行機が苦手なボタさんはどうでしたか？もう死んでたよ。死んでた、怖かった。でもね、うん、あの後ろの席コロさんで、ここね、肩持っててくれてて、で、私がそっとその肩の手をずっと握ってるっていう。いや、そうね、そうね、ボタさん可愛かったのが、あのちょっとガタってなると指をギュって握る。それがめちゃめちゃ可愛くて、可愛かったなって話。いいですね。怖かったね。どうしよう。あと、この後さ、うん、我ら、アイスクリームを食べに行くんだよね。ジェラート。ジェラートを食べに行くんだよ。そう、ジェラート食べたくて。そう。めっちゃ美味しい。なんなん。のとみさき。来るね。はい。また、この景色に、見に来ようね。全然前世から僕は君を探し始めたよ。みんなまだ起きてる？寝てるよ。寝てるやつは喋らねえんだよ。うるせえ！早く寝ろ！早く寝ろ！早く寝ろよ！寝やがれ！もう寝るぞ。寝るぞ。おやすみ。おやすみ。ございます。おはようございます。現在、はい、集合時間の多分1時間か1時間半ぐらい前ですかね。はい。はい。なんですけど、隣の部屋で寝ている、はい、シシラムがちゃんと起きてんのかどうか、はい、この2人で突撃していきたいと思います。行ってみよう。行ってみよう。では部屋の前にやってきました。はい、コロさん、鍵を渡し。突撃。はい。静かにね。静かにね。開いた。はい。それでは、レッツゴー。レッツゴー。静かにして。はい、静かに。お腹寝て。かわいい。お腹寝て。かわいい。まずはじゃあ、ボタさんから行きましょうか。じゃあ、
初心者だと難しいですか？初心者、男性の方は比較的力があるので、はいはいはい、全然簡単に開くんですけど、はい、女性は先生もすごい、私たちスタッフでもなかなか時間がかかります。
基本みたい。簡単そうに見えるけど、ね、絶対難しいんだろうな。むずいで多分。でももうだいぶ埋まったよ、あの、うん、スクリューのところ。先生が手応えを感じてる。あ、開いた。一回開けるだけでも相当な体力使いそうだな。そうですね、もう仕事じゃなかったら絶対入れたくないぐらいに。言っちゃったよ。それをやるんやね。あ、すごい水が出てくる。気持ちいい。すげー、アトラクションみたい。ね、温泉みたい。ね、はい。はい。行くね。あ、カメラを見とき。どう、お母さん。疲れた。早っ。もう疲れたっちゃうけど。頑張れ。これ先生これ。え、重い。え、先生もうそろそろ開きます、これ。あと30センチ。あ、待って、なんか行くときと行かんときがある。あ、これ今どう、今どう、今どう。あ、いいんじゃない、今どう。先生どう。先生、すごいいいですよ。先生まっすぐまっすぐ。褒め乗りで、褒め乗り。先生先生先生気合でパワーでいくの。え、やる、いるいる。じゃあ やってみようかな。やってみた方がいい、これ。いきます。え、どう、硬いよね。無理だ。先生先生な。くくくない。無理だ。無理。さあ、渡辺さんは穴を開けることができるのでしょうか。まっすぐ。力が腰が入ってないよ。まっすぐまっすぐ。あ、でもいいよいいよ、待ってる待ってる。待ってる。あ、いいよいいよいいよ。ただね、まっすぐ難しい。ちょっとね、斜めになってますね。やる？やるか？任せるに。うまそう、こういうの。いや、さすがよ。あ、でもちょっとコツつかんだかも。うまいうまいうまい。よいしょよいしょ。いい感じよ。頑張って。応援もつして。私のために。もっと応援して。もっと応援して。あなた。もっと応援して。わっしゃい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 。よかいしゃ。よかいしゃ。どかいしゃ。どかいしゃ。ほらかさんで。応援してんのに。硬い。もうちょっとだ。希望の言葉をいただいたぞ。このオレンジ見えなくなったら貫通だってよ。あ、すげー。どこしょ、どこしょする、どこしょ、頑張れ。はいはいはい、開きました。すげー、ありがとう。おめでとう。ありがとう。おめでとう。ありがとう。おめでとう。帰るぞ。頑張れ。行くぞ。あともうちょっと。なんか待って、あっち開いとるけど穴。待って、なんかハイテクなので開けてる人いるけど、電動もある。え？なんか電動もある。電動もある。10秒ぐらいで開きます。え？先生、電動もある。こういうのをやるのがね、いいんですよね。やっぱり昔ながらの方法でね。これでやるのが楽しいんです。そうですよね。あ、どうぞ。あ、開いたかも。本当にちょっとだった。開いた。おお。おお、すごい。開けた。嬉しい。ごまかせた。やっと開いた。もうワカサギの天ぷら食べれる？違う、まだこれからよ、これから。あ、これからか。いいか、お前ら。ああ、行くぞ。やってやるよ。じゃあスタートって言ったらスタートだからな。はい。まだか。まだか。スタートって言ったらやぞ。あゆゆえ。まだか。スタートも。始まった。なんて？スタート。え、いるいる、この虫ってもう死んどるんけ。死ん…わかんない、生きてるっぽい。やめて、こ…いやー。
生きてるからほら見なよ。いやいじめないでください。行くぞ、負けないぞ。ちょっとこれね、コツをさっき聞いたからな、先生たちにな。真ん中に垂らし寄って感じるんだよ。手の感じで分かるってことだよね。コロさん感じるんだよ。分かった。目を閉じて感じて。分かった。私も知らないけど分かった。釣れないね。北海道に来てさ、うん、楽しかったですか？今楽しいですよ。なので嬉しい。すごく楽しい。本当に来れてよかった、ね、だからこそ勝たないといけないですよ。そう、全然来なくね。ピクピクしてるように感じない？感じはするけどね。それ来てる。あ、来てんじゃね。来てる。ちょっとあの竿ごと上げて、で巻いて大丈夫。お、来てんじゃないそれ。え、でもさっき来てなかったんだよこれで。え、それででもそれ明らか来てると思うけど。早めに巻いた方が。そうですね、逃げちゃう、外れちゃうこともあるので。どう？あ、来た。あ、すごい。おい、釣れたぞ。釣れたぞ。なんでやだ。また一匹ゲット。やったやった。いいな。釣りはね、うまいんだ。釣りうまいよね。穴開けは下手だけど、いつも釣られる方なのに。やっぱ分かるの、気持ちがね。気持ちが分かるんだな。食べられる側の。あ、え、来た。かかった。ピンピンした？した。あ、釣れたんじゃね。あ、引いてる引いてる引いてるよ。イエーイ。あー、え、逃げられた。え、逃げられた。姿見れた。姿見た。ぐー。いや、これさ、え？え？え？ちょっと待って、これ穴のところ間違えたか。え、先生これ穴の位置でなんか運変わります？ありますね。いや、ほらこれそうやって群れてこうやって回ってくるみたいなので。あ、なるほど。あの流しそうめんと同じよ。あそこでワカサギ全部取られとる。何匹釣れたんや。今1匹釣れたの。逃げられた。しょぼということで逃げられたそうなので。10匹10匹あ、嘘だろ。3匹とか言わないとバレてしまう。トロさん、なんでワカサギ釣りやりたいと思ったんですか？なんか普段できないことやりたかったからかも。うーん、で釣りって別になんかそこら辺でもできるじゃん。ね、え、来た。もうちょっと来たら、はい、近くにいるので。いるで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 。急いで行った方がいい。あ、いや、いますねいますね。待って、じゃあちょっと、あ、もう急いで。急いで。来た。無事なりじゃないので。なんか重くない？うん、重くない。重くない。重くない。あ、でも近くにいますよ。来た、いるって。寒いね。でもこれさ、中のワカサギの方が絶対冷たいよな。来てる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 よ。強い。なんか今まで、え、なんか今そうで、ついついたよね今ね。来たー。あー、ついてる。すごい。来たぞー。やったー。嬉しい。一匹釣れた。違かった。嘘。うん、待ってみるわ。じゃあチュンと違かった。え、強い。強かった。ゾーンみたいな。うん、みたいな感じ。すごいなこれ。これをし、え、なんか来たかも。来た。分からん。なんか強い引きだったら。長靴かもしれん。長靴？大丈夫。嘘。そう。あ！来たー！あー、釣れたー！嬉しい！釣れてるー！すごーい！すげー！やったー！とりあえず2人分の食事は確保できたね。はい。楽しいな、ワカサギ釣りね。うん、釣れるとなんか感じすごいです。え、すごいやん。あ、来てます、いるいる。大きい。でかっ。来たー。え、めっ、3匹イエーイ。すごい、でかいよね。めっちゃでかい。ハゼやん。
もうハゼやんそれ。さっきより大きいね。でかい。さっき、うん、母親釣って、うん、今多分父親や、うん、あと息子か娘釣ったら終わりや。終わらないで。なんか今ツツンってきたけど。ありますね。いる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 、はい、来い来い来い。コンプリートじゃん。コンプリート。やった。なんかやったね。すごい。もうみんな釣れたんちゃうんじゃん、ね、これ。あれ。いいの。いいの。こっち何匹？一匹。全然釣れねえ。ちょっとでもここに。え、でもいるよ。ワン、ワンちゃんさ、うん、引っかかってるの気づいてない説？それもある。あると思います。あ、ないわな。そんな暇あるのか。ビンじゃねえ、ビンじゃねえよ。7匹だ、7匹。ビンめっちゃ釣ってる。え、そんなことないですよ。あ、でもめっちゃ釣ってんじゃん。あ、7匹でしょ。5じゃね。いや、違う、計算できないんか。微妙に2つあれしてない。なんだ、タバ読んでない。あ、タバ読んでない。いいんだよ、そんないいんか。それ来ていいよ。じゃあ今ちょっとあのさ、撮ってもらってるか。今何匹だよ。そっちはキツネ、キツネ、キツネ。え、うわ、フグキングおる。フグちゃん、そんな遠くからフグちゃん。まさか、もっと近づいてきたらいい。応援しに来てくれたじゃん。今日フグちゃんも来てたんやな。じゃああ、来たー。あ、こっちに来たー。やばいやばい、これやばいぞ。勝っちゃうな、これ。すげー。先生が笑ってる。先生がまさか。ちょっとクールだった先生が笑っとる。嬉しいな、やっぱ笑ってくれると嬉しいよな、ね、人を笑顔にしたいな、やっぱり。あ、いいですね。うん、で、はい、何したい、この活動していく上で。でもやっぱり今歌頑張ってるんで。そうだよね。ソロライブやりたいですね。ソロライブだね。コロさんはどうですか。100万人超えて、なんか結構長く活動してるじゃないですか。そうだね。当たり前になりがちないよ。なんかもう配信とかもさ、多分日常になってしまうから、いかに非日常にするか。だからあの、その見てくれてる人も、うん、見てくれてる人も、まあ、来た。え空気読み失敗してますよ、このカサギ。これ、あ、来た。え、でかいでかい。見て先生、釣れた。あ、いえいえ。大好きし、あ、じゃ、大好きルイコロクッキング乗っ取りに行こうぜ。うちらなんか、新しいの作るんじゃなくて。うん、もう乗っ取っていこう。好きルイコロクッキング。怒られてる。何やってんだ。怒られてるんですよ。1個あげてみよう。釣れてないです。悲しい。悲しいな。悲しい報告が続く。悲しい報告が獅子綿に襲いかかる。何順調なんだ。お、あ、来た。釣れたかな。来た。こっちに。来た。一匹釣れました。釣れた。やっとだ。結構でかいんじゃない。ちょっとでかいかも。ありがとうございます。ワカサギ。ワカサギ。ワカサギ。呼び込んでる。呼び込み漁。呼び込み漁。呼び込み漁。呼び込みくん。え、ピピーピピピピルズ。プププププあれちょ。ププ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 プでしょ。プププププププ。来てる。来たー。イエーイ。来たー。呼び込みは。ププ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 プ
ブー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 ブね、頑張った。最後がすごかった、すごかったね。うちのはなんか比較的ね、うん、まあね、まあ、順調だったよ ね、 最初から最後まで。本当におはようからお休みまで、お休みまで、ね、うん、ブラックパテタンじゃない大丈夫でしたけど、まず、はい、コロネチームから1人ずつ、でコーネね、うん、コーネは5匹、5、いいですね、いいですね、はい、いい感じ。じゃあそちら、じゃあ私からいくか。あ、逆光交互にする、ミルフィーみたいにする、うん、まあ私はね、いっとってくださいよ。2、でかでもでかい、めっちゃでかいね。ほんとだ、2匹、まあまあいいんじゃない。初めてにしてはいいんじゃない、ね、まあね、いるいる、いくね、こっちの方がね、まだ飼ってますから3匹。あ、そうだよ、3匹が、じゃあいきますよ、いるいる、いったね。はい、私はなんと、はい、7匹、ということは、合計12匹だね。な12匹、はい、こっちは12匹、大丈夫そう大丈夫かな、なんで10匹取ってないと、まあ11匹取ってないとそうだよね、はい、はい、じゃあ渡部さん、渡部、いったね、我々の力を見せてやりましょうよ、非常食の力を見せてやるぜ、せーの、14、うそー、どやー、どやー、どやー、14匹だ。じゃあ合計こっちは12匹、こちら16、イエーイ、負けたね、負けました。なんでなんで、そこの穴だけすごいやん、やっぱりラムに惹かれてきたってこと。いや、非常食の気持ちは分かる、分かるから、非常食っていうか、うん、あ、まあじゃあ喜んでいいの、これ最後、最後あたりになんか呼び込みくんの歌を歌いながらやったら連れじゃねえつって歌ってたらめちゃくちゃ連れ出して、そうおい、ブーで撮ってね、それもう水中に忍ばしとけばいいやん、そういうことか、そういうことか、ちょっと負けちゃいましたが、この後はじゃあみんなで食べれるんですか。食べれる、お、食べたいということで、みんなで食べましょう、はい、イエーイ、ということで、料理の場まで、うん、レッツゴー。はい、ということで最初はコーデの釣ったカワサギ、ワカサギから調理していきたいと思います。イエーイ、わー、美味しそう、美味しそうだね。天ぷら粉、ほう、くぐらせるんですが、生きてるので気をつけてくださいね。はい、跳ねちゃうからね、はい、あ、そっか。それでは揚げますよ、はい、皆さん、はい、生きてるから、跳ねてた。で、30秒ぐらいでひっくり返す。はい、はい、でこうやって言ってるけど、私はさっきプロに教えてもらった。でもすぐ実行できて偉い。すごい。お、あ、もういい感じに、いい感じに色がもう変わってきてる。変わってきてる。いい匂い。うわー、綺麗。美味しそう。ちょっと目玉やばくないか。目玉だけ浮き出てるけど大丈夫かこれ。大丈夫大丈夫。すげえ。いい匂いする。いい匂いする。もういいかな。うん、良さそうかな。もういい、あ、いい匂い、あ、いい匂い、はい、ということで、いや、いい匂い、できました。おいしそう。イエーイ。これで塩をね振ります。もうレストランや、はい、新鮮レストラン、コロさん、え、食べれば、いいの、いいよ、完成、感想、味の感想聞きたい、いただきます、はい、召し上がれ、あとそう、火傷気をつけて、どう、コロさん、うまい、うまい、もうなくなっちまう。コロさん、あげてみる、あげたい、あげてみよう、コロさん、ファイト、いいな、コーネがあげたやつ、うん、みんな食べてね、食べたいね、あげるよ、うん、いけ、人思いに、人思いに、これ4匹入れとっていいんだね、はい、4匹でもいいよ、気をつけてね、気をつけて、
気をつけてね、跳ねるかもよ。うぅー、入れちゃうよ。入れちゃって。入れちゃうよ。やばい、めっちゃうまそう。うまそう。え、うまそう、めっちゃ。もう食べたんだけどね。もう知っとるんだけど、知っとるんだけど。で、30秒経ったら、うん、裏返し。裏返し。1、2、3、4、5。おい、うまいね、コロさん。え、うまい？食べる。初めてのワカサギ。初めてのワカサギ。楽しみ。ネギだ。ネギだ。ネギだ。え、嬉しい。初めての揚げ物。完成。おいしそう。なんかおしゃれに見えるわ。ね。いただきまーす。いただきまーす。うまい。うまい。やわらかい。やわらかい。ホクホクしてる。うまい。え、おいしい。ね、苦味とか一切ない。ないね。うん、ふわふわしてる。このさ、湖を全部油にしてさ、いい、そのまま揚げてもなんか刺して食べたいよね。それ新鮮なのかな。確かに新鮮ではないね。これは新鮮じゃないかもしれない。ダメか、釣らなきゃダメかじゃん、ね、1時間あっという間だったの。いや、あっという間だった。なんかごめんなって思った。なんか自分が震えながらさ、いや、こんな過酷なところに連れてきてあげちゃって、うん、あげちゃって連れてきちゃって、うん、いや、楽しいところよ、うん、楽しいところなんだけど、慣れてないじゃん、寒さにさ、うん、だから、なんか申し訳ねえと思いながらうぬって震えてて、周り見たらすっげえ笑ってるさ。でも美味しかった。美味しかったね、また来年も来よ。また来年もやろう。じゃあ同じロケやろう。同じロケ。香り映えのしない。お前らまた行ったのかみたいな。第2回。今度は組み合わせ変えてさ。あ、そうだね。で、次の年はまた組み合わせ変えて3回できるんで、これ3回できる。ということで、ワカサギ釣りお疲れ様でした。お疲れ様でした。みんな、ワカサギ食べたけど、お腹いっぱい？え、まだ食べれる。食べれた。まだ食べれるよね、うんうん、こんなんだったもんな、ちょっとちっちゃい。あ、ね、そうだね。美味しかったけどね。美味しかったけどね。大きいのもあったけど、まあ、小さいからね、ワカサギだから、うん、そう。せっかく北海道に来たんだから、うん、海鮮ね、やっぱり。あー、食べたい。食べたいよね。食べたい。食べたいよね。食べたい、食べたい。と来ると思いまして、うん、美味しいお昼ご飯が食べられるところを探してありますので、おお、みんなで今から行くのかい？行かないのかい？どう？行くー。行こう。行こう。行こう。来ました、カニヤ。わあ。ということで、このお店にみんなで入っていきたいと思います。はい、カニヤっていうからには。そうだよ、もうカニしかない。カニしかない。カニしかないと思う。楽しみにしてたよ。カニ屋だからね、うん、カニが、カニか、カニだよね、やっぱり、ね、カニだよね。なんかお品書きが、あ、カニ、カニ、待って、カニラーメンあるよ。カニラーメンあるよ。え、これラーメン行っといた方がいいよ。ラーメン行っといた方がいいよ。大丈夫、カニもラーメンも食べるから。おすすめ聞きたいね。お店のおすすめとかってお願いします。おすすめは、はい、これ毛ガニ、はい、お刺身で食べれるんですよ。お刺身で食べてもらって、その後に、茹でる。いろんな食べ方できるんだ。そうです、そうです。すごい。向こうに行ってもらったら、すぐに救える。救ったら？いや、ちょっと救おうかな。救いたいです。見たい。見よう見よう。ちょっとみんなで行けるかな。救いたいね。でも毛ガニを救っても食べるんだけどな。意味わかる、今の、今のギャグ意味わかる？わかるよ。意味わかる。意味わかる。今の高度なテクニックで今のは。救うね。救う。レスキューの方ね。救うんだけど、そう。わあ、これ。どうする？一枚さ、なんかどれにする？どうしよう。わあ、でもいいんだよなこれな。うん。じゃあこいつを救おう。はい。救います。行くぞ。オッケー。お前。立ち上がって、すごい、上がった、上がったぞ。おー、でかい ね。外に出ると結構でかい、でかい、すごい。お願いします。お願いします。あ、本当にいらっしゃい。 A few moments later。 待って待って待って、なん
た？うわー、ゴミ見えた、ゴミ見えた、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 あ、指、指がすごい、うわー、うわ、すごい、いない、いない、マト生きてる、うわー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 、ばー、あの、はい、うん、で、これを茹でる、これ茹でるので、今切ってもらったら持ってきて、はい、わかりました。これ、これ恨まれてます、これ、ね、めっちゃ見られてるけど、これあ、そうだか、コーネが取ったもんね、そうだよ、ごめんね、お前が取ったかや、ごめんね、いいよ、すごいね、優しい、バイバイ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 、俺は茹でられます言ってられない、すごかったね。じゃあ食べましょうか。そうだね、はい、うん、はい、せーの、いただきます。じゃあいただきますね。食べていいかな。うん、え、何入れた瞬間やん、もう、うん、うまい、うん、うまい、うん、あ、うまいの、口離さんやん、カメラ離れないじゃん、離れない、しゃぶっとるぜ、おいしい、うん、おいしい、プリップリ、プリップリだから、わかるでしょ、わかる、話せないでしょ、話せない、なんかね、プリプリなの、うん、話せない、話さない、今までのカニ刺しと違う、うん、あ、でも待って、コロさんデビュー当時のコロさんが言ってた、そうだ、イルイルがデビューして、なんか待ったカニみたいな、そう、待ったカニじゃなくて待ったカニ、カニ食べに行きたいよねって、なんか真似した、復帰した直後ぐらいに、うん、私たちのデビューについて触れてくれて、うん、でカニ食べに行こうかなって言ってて、うん、その後カニ食べてなかったんだよね、一緒に、そう、2年、え、ちょっとな、涙出てきた、うん、エモいね、エモいね、ありがとう、えいやえいや、うわー、あれはなんだ、あ、もしかしたらわためーの、わためーの最初の方、こっちです、ありがとうございます、おー、うわー、うまそうじゃない、あなた、やばい、宝石箱じゃない、宝石箱や、どこかのマロが出てきてない、これハサミはカニ切るやつですか、これ、はい、そうです、あー、すごいね、うわー、美味しそう、カニがうまっとる、すごいですね、いただき、色がいいね、うん、いただきます、どうだろう、あ、なんか甘い、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 やっぱほんまもんや、柔らかい、これがほんまもんか、ほんまもんや、教えてもらったほんまもん、ちょっと待って、パクパク食べてるけどさ、うん、ラーメンの感想教えてよ、じゃあもうラーメン美味しいっていうかね、ラーメン美味しい、野菜もいっぱい入ってるの、あ、そうなんだ、ね、そう、だからほんまになんか具沢山塩ラーメン、海鮮塩ラーメン、いいな、エビも入ってる、え、カニの風味はもういろんな味するって感じ、あ、でも基本あっさり塩ラーメン、美味しい、でもじゃあちょっと味噌もいこうかな、はい、うん、スープからいったら、そうだね、え、待って、このレンゲ、うん、好きやねん、これ、はい、このわかる、このなんかあの金魚すくいに使うやつみたいな、味噌ラーメンといったらこれよな、これがいい、これを配慮、これはいいですね、はい、これいただきます、はい、食べるときはスーって食べるんだなえ、待って、味噌なのにね、やばい、これ味変わってる、いや、味噌、え、味噌なのに味噌、味噌なのに、違う、なんか、え、なんかあら汁、あら汁っぽいような味もする、めっちゃうまい、すごい、今日はね、朝早かったけど、うん、頑張っていただきました、ありがとうございました、ありがとうございます、明日はなんと、もっと朝が早いです、え、何時ですか、多分5時、5時ぐらいかな、もうじゃあ食べて寝よう、そうだね、お昼寝しよう、うん、そうだね、ということで、はい、またも頑張ろうね、またね、またね。おはようございます、バイオージーです、
の巻きはダメです。ただいま時刻は午前4時早す。今日は早いんですよ。昨日より早いよ。昨日でもね、ちょっとねコロネとねルイルイにねやられたことをやり返すということで、寝起きドッキリね行きたいなと思っております。ワクワクしてきたぜ。来たぜ。何してやろうかな。ワンちゃん起きてる可能性あるんだよな。確かに。じゃあちょっと行ってやろうぜ。もう鍵はねマネージャーに預かってるんで、ね、静かに静かに。真っ暗だぜ。午前4時だったら暗いな。憂鬱になっちまうよ。気持ちがめいっちまう。めいっちまうよ。こっちの右側がコロさんです。え、逆じゃない。あれ、いや、お互いの何かの身を交換して寝ているみたいです。デーデーやん。デーデーやん。デーデー見せつけてくるやん。これなんですか。いける。ってことで、はあ、今から行きましょう、うん、せーの出発。到着しました。イエーイ。みんな後ろ見えるもん。見えてるね。これね、コーディたちの。待って、でけー。でかいよ。ご覧の通り、ほらでっかい熱気球が、熱気球、うん、どっちかな、わかんないけど、熱気球があります、はい、どう、これ、ね、いや、すごいわ。乗ってみたかった目で、この目で見た。すごいでしょ。もう眼下でしか見たことがない、うん、はい、今日は4人で熱気球に乗って、うん、北海道楽しんできます。はい、はいはい、行きましょうの前に、うん、はい、シヒロボタンチャレンジ、イエーイ。シヒロボタンチャレンジ、なにそれ。ボタンタンさ、うん、え、高いとこ苦手って聞いてたから、うん、ボタンタンに今ここで、うん、現物見てもらって、うん、乗るか乗らないかをここで決めてもらいたいと思っておりまして、ね、確かに、お、え、大丈夫なのかなって思ってた。思ってた、ね、あ、まあまあ、え、なんか乗る気だったよね今ね。いや嘘、え、あれ乗らない気だ
けど。嘘。え？ということで、シシロボタンチャレンジは？はい。乗らない。早っ。え、待って、早っ。待って。え、嘘。なんか、どう思うとか、みんなにどう思うとかなって。あ、ないないない。だって、どう思うって言ったら乗るでしょ。乗りますよね、みたいな。ちょっと、ダチョウクラブ的な乗りになってるじゃん。あ、そうしたら、ボタンタンには、地上から、ちょっとなんか、応援してもらうと、ちょっと実況してもらったり任せてくださいよ。じゃあ、その代わりだけど、私の分身をちょっと一緒に、いいよ、いいよ。連れて行ってもらえたら嬉しいな。いや、もう連れてきたい、連れてきたい。これは、私とこから連れて行ってくれ。じゃあ、はい、ライオン連れてきます。はい、じゃあ、みんな、え、じゃあ、ワタメとイレイレは、準備 OK？ OK！ OK！ コロさんも OK？うん、オッケー。うん、なんか、大丈夫かな。いや、もうちょっと、大丈夫だよ。大丈夫かな。高いけど、ちょっと心配だけど。ちょっと心配だけど、ただ楽しいっしょ。よし。頑張ってきて。どうもどうも、行ってきまーす。行ってらっしゃーい。向こう側遠く見てれば怖くない。本当だ。うん。すごい綺麗。そうでしょ？うん。おーい、見えるかな？降ってるかな？ちょっと見えないな。気づけ。ちょっとね、ルイルイにフレンズをね、私のフレンズ託したんでね、いい感じに一緒に空に連れてってくれてると思います。すごいな。ゆっくり飛ぶんやな。すごいすごいな、すごいね。すごいよ。見てる？わため。見てるよ。ボタンタンは？え？見れるよ。ボタンタン、怖いとこ高くなかった？え？怖いとこ高いって言ってたじゃん、だって。怖いとこ高いって判断。高いとこ怖いでしょ、コルさん。これこなんかキノコサーキットみたいになってる。あ、マリオサーキットね。確かに。見てみたら。慣れてきたね、音はね。音慣れてきたね。よかった。音が怖かったでしょ、うん、しかもね、音も怖かったけど、うん、高かったから、うん、今のぐらいじゃ大丈夫。ここの高さ大丈夫。あ、まあ、そりゃそうだろうね。ここはまだ大丈夫。あ、そうか、うん、私はもっと欲しいけどね。あ、ちょっとボタン先輩の声やってください。え、ライオン、ちょっと似てる。嘘、似てる。似てる。ライオン、ガオガオガオ。ライオン、今風向きを変えてるよ。オン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 、風向き変えてる。オン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 。響き当たってる。怒られるで。怒られるな、これ。え、わたまやってみてよ。いくよ。やるよ。やるよ。いいよ。長い。ちょっと待って。長いよ。いいね。今日もわたま美味しそうだな。じゅるり。ちょっと似とるな。似てる。似てるね。どうも、シシロボタンです。ご紹介するのは、あれ？あれ？北海道の大地。じゃあ今、シシロボタンに愛叫んだ。愛叫ぶ？愛を。わかった。じゃあコーネから行くよ。はい。ボタンタン。うん。
守ってやる。以上。素晴らしい。ただいま。ただいま。どうだった？やばかった。すごかった。やばかった。すごかったね。高かった。火の上とかね。そう。ね、そう。上から見れたから、ね。そう。飛んでる。飛んでる時こっちもちょっとドキドキしながら見てた。そう。本当。ゆっくりやってきた。コロさんがやばかったよ。ねっね、コロさんがやばかった。コロさんどうだった？いやなんか飛び立つ時の本当なんかふわって浮くんよね。おうおう浮いて、なんかボーって言うし、頭の中で、ね、球だからね、頭上でボーって言うし、それが熱いし。熱いし。だからボーと一緒にあーって言ってた。風とともに動いてるから風は感じないの。そうなんだ。そう、自分たちが風になってる感じ。そう、そう、風になって帰ってきた。そう、ね、よく無事で帰ってこれた。だから地上に降りた瞬間に風を感じたよね。ね、本当に。そう。いや、よかったね。ね、次はボタンタンも。何が？一回がラーヤン。また来ないといけない。また来ないといけないよ。あとね、気球のね中でね、ボタン先輩に挨拶したからね、うちら。あとで聞いて。聞いてね。見るわ。ちょっと聞いてね。ということで、はい、コーネがやりたいこと、ワカサギ釣りとこの気球乗りでしたけども、はい、2泊3日の北海道の旅が終わりです。でもやっぱみんなで食べるご飯美味しかったな。いや美味しかったね。だってカニも美味しかったしさ、泊まったね、旅館のご飯も美味しかったし、やっぱりなんか4人でずっと喋ってる機会やっぱ長いじゃん、一緒にいるから、それがすごい楽しかったなって感じはね。イルイルがめちゃめちゃ綺麗にカニ食う。すっごい綺麗だったよね。それが一番の思い出。あと、みんな優しかったね。優しかったね。あったかかったですね。気楽な人が多いね。そう。なんか人間っていいね。真心を感じた。帰ったらさ、人間に優しくしよう。まあ、コロさんいつも優しいけどね。優しいけどね。いつもいじめてる。あ、そうなんだ。嘘なんだじゃない。フォローして、フォローして、お願いフォローしてよ。わためは？やっぱ雪じゃない。あ、それはね、雪か。こんなに深い雪。そうだよね。見れないよ。え、みんな何回転んだ？この2日間で。覚えてない。1回。ゼロ。ゼロ。いや、1日目、2日目で2回ぐらいだったけど、最後あの、今日すごかったよね。コロさんと転びまくったから。コロさんとボタ様は本当にずっと、うわーうわーキャーうわーで、うちらがまたこけてるよね。カニの綺麗なイルイル。カニの食べ方が綺麗なイルイル。じゃあ一番の思い出は、北海道初めてで、ロケも初めてだったんですけど、やっぱりみんなとやった、スタッフさんも含めてやった、ワカサギ釣りが一番楽しかったし、そうだね、なんかみんなでワイワイ、わちゃわちゃ、やっぱコロライブ入ってよかったなって思ったし、コロさんありがとうって思った。あとは本当に気球も私めちゃくちゃ夢見てたし、コロさんにも多分一回は乗りたいんだよねって言ってたから、そうそう、本当にコロさんに感謝です。そしてミネタカシシラム最高最高。え、待って、すごい、え、エモいね、うん、泣いていいところこれ。ダメー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 。後で泣きます。はい、ありがとう。はい、本当に楽しかった。2泊3日、みんな本当にありがとう。ありがとうございました。スタッフさんもありがとう。スタッフさんもありがとうございました。ということで、犬たかししらむとスタッフは現実に戻ります。はい。はい。戻るか。はい。みんな待っててねー。さよなら、北海道。
さよなら、また来るね。